必要なものは揃いましたね。背の字の城じゃない。無理に俺の家を出ずともよかったのだぞ。ハリエットとの生活を邪魔するわけにもいかないだろ。気にしすぎだ。そろそろ昼飯じゃな。娘っ子どもが来るのを待つとしようかな。片付け終わったかな。そろそろ一段落した頃だと思うよ。きっとお腹を空かせてるわね。早くお昼を持って行ってあげなくちゃ。うん、そうだな。なんだかさっきから会話が続かないわね。二人ともそれだけ真剣に料理に打ち込んでるのね。そうだよ。当然じゃないか。とってもいい香りね。あ、グリューネお姉ちゃん。静かだと思ったらソファーで寝てたのか。ノーマさん、起きてください。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ずっとお兄ちゃんのまま。痛いで、頭グリグリしないで、グリグリしないで。起きてください。いろいろあって最近寝不足なの。ご飯できた？ノーマも少しは手伝ったらどうだ？私はあんたらみたく料理を作ってあげたい相手がいないの。それは切ないわね。荷物運びを手伝えばよかっただろう。その方がよかった？さーて、料理を持って行ってあげますか。はい、お兄ちゃん。うん、うまい。よかった。このサンドイッチ、とっても美味しいわね。うん、そうだな。クー、味わかってる？ジェイボー、よう噛んで食うんじゃぞ。モーデスさんにそんなこと言われると、妙に腹が立ちますね。どう？おいしい？味に始まり、
食感から舌触りまでこの世のものとは思えないまずさだ。せっかく頑張って作ったのに。いいわよ、もうそれ返して。俺には全部食う責任がある。途中で投げ出すわけにはいかん。な、何よそれ。みんなの分もあるから安心してね。どうして顔を背けるの。キート君の分も作ったのよ。ほら食べて食べて。動物の反応は正直ですね。飼い主のモーゼス君が責任取って食べなさい。わい、いつもこんなんばっかじゃん。こんなことのために生まれてきたんと違うんじゃがの。おいしいでしょ。あら、モーゼスちゃん楽しそうね。走り回るほどに美味しいのかしら。グリューネさん、なんともありませんか。いくらでもお腹に入っちゃうわね。わかる人にはわかるのよ。死ぬかと思った。お邪魔します。外出しても平気なのか。今日はとても体調がいいんです。あ、そうそう、町の入り口の方が騒がしかったですけど、皆さん何かご存知ですか。人だかりができていましたよ。それに誰かの叫ぶ声も。様子を見に行きますか。放っておくわけにもいくまい。誰でも構いませんから、私の質問に答えてください。何かあったのか。ここは話の通じない人ばかりなんですね。フェニモール。よかった、姉さんの名前まだ覚えてるんですね。姉さん、それじゃあなたが妹さん。そうか、フェモちゃんって確か双子だったっけ。フェニモールの妹ティウラです。はじめまして、メルネス様。こんな町に住んでいるから
姉さんのことなんてすっかり忘れているのかと思いました。フェニモールのことを忘れたりなんかできないよ。ならご自分の立場も忘れてなぜこのような場所にいるんですか。陸の民と一緒に何をしているんですか。あなたが果たすべきはもっと他にあるはずです。おう、ちょっと待てや。シャーリーは外交官として水の民の代表としてこの町にいるのだ。君も水の民なら知っているだろう。この目で確かめるまで一緒に暮らしているなんて信じられませんでしたけどね。私は姉さんを殺しておいてよくこんな場所にいられますね。陸の民なんかとよく一緒にいられますね。あなたおかしいんじゃないですか。ちょっと待て、お前とんでもない誤解をしてるぞ。メルネスをかばって姉さんは死んだのでしょ。メルネスが殺したのと同じです。お前な。お兄ちゃん、私は大丈夫だから。あなたは私たちの希望だった。なのにあなたは私たちを裏切った。今も裏切り続けてるじゃないですか。水の民の里にも戻らないでこんな町なんかで暮らして陸の民なんかと一緒にいて一人だけ逃げ出したんですよ。おい、いいから。あなたがやるべきなのはこの人たちに報復することでしょ。この人たちを滅ぼすことでしょ。たくさんの仲間が陸の民に殺されました。姉さんも陸の民に殺されました。あなたの目の前で殺されたのでしょう。なのになぜ力を使わないんですか。それは姉さんの命なんてあなたにとってはどうでもいいものだからですか。そんなことない。けど陸の民の方が大切なんですよね。ここにいる憎むべき陸の民の方が。それは比べられるものじゃないよ。そうやって逃げるんですね。姉さんが生きてるって知った時私本当に嬉しかった。陸の民に襲われて姉さんと別れてしまってから嬉しいことなんて一つもなかったから、また一緒に暮らせると思うと嬉しくて仕方がなかった。なのにあなたのせいで姉さんにはもう会えない。あなたが姉さんを私から奪った。あなたが姉さんを殺したんです。そうだね。シャーリー、私がしっかりしていればフェニモールは遺跡船に残らなかったもの。私をかばって命を落とすこともなかったと思う。私がしっかりしていれば。バカにしているんですか。それだけ分かってるならやることは一つじゃないですか。あなたがしなければならないのは私に言い訳することなんかじゃない。陸の民と仲良く手をつなぐことでもない。この人たちを滅ぼすことでしょ。それは違うよ。何も違いませんよ。ううん、違うの。それだけは絶対に違うの。話しても無駄みたいですね。あなたの考えはよくわかりました。もう話すことはないです。顔を見てるのも気分が悪い。帰ります。陸の民の町にいたら私までおかしくなりそう。性格悪。可愛げのない娘っ子じゃの。可愛いなんて思われたら虫ずが走ります。モーゼスさん、バカなこと言わないでくださいよ。テュッちゃんってば、文句を言うためにわざわざ来たわけ。恐るべき執念だな。
執念か。私もそれくらい根性を見せないとダメなのかもしれないな。あ、いやいや、こっちの話。シャーリーちゃん、元気出してね。大丈夫です。いつかこんな日が来るだろうって覚悟してましたから。シャーリー、本当なら私の方から会いに行かなくちゃいけなかったんだと思う。マウリッツさんに里を任せきりにしてみんなの気持ちまで考えてなかった。私のしていることが水の民の総意でないことは分かっていたはずなのに。テューラさんは強いね。一人でこんなところまで来るんだもの。一人で背負わなくていいんだ。これは俺たちの問題なんだから。陸の民と水の民の間の溝は俺たちが少しずつ少しずつ埋めていけばいい。感情面を簡単に解決できないのは仕方のないことだ。これは大昔から続く根の深い問題なのだからな。ほいでも、ワイらはみんな家族になれるはずじゃ。家族。家族を語らせると、モーゼスはいいことを言うからな。他にいいとこないけどね。なんじゃと？皆さん、本当にありがとうございます。やっぱりここだったか。お兄ちゃん、どうして？なんとなくここにいる気がした。私、もっと強くならなくちゃ。お姉ちゃんに怒られちゃう。もう大丈夫。帰ろ、お兄ちゃん。さんだったよね。師匠、見ててね。私が絶対に見つけてみせるから。頑張る元気、ちょっとだけちょうだいね。よし、頑張るぞ。何をだ。ありゃ、せねせね、りっちゃん、こんなところでデート？別に、そんなんじゃない。二人も邪魔しちゃ悪いから、あたし帰るわ。じゃあね。ノーマのやつ、何慌ててるんだ？私たちに、ここにいるところを見られたくなかったのかも。知り合いの墓か。名前は、スベン。セロジー、朝じゃ。はい、起きるんじゃ。起きんか。ギート、頭をかじっちゃれ。ギートにかじられそうになる夢を見た。朝に弱いた、セノジ、気合が足りんな。お前は朝から元気だな。おお、ワイの朝はギートの散歩で始まるけんな。やっぱり、犬なのか。何か用事か？シャボン娘がワイらに頼みがあるそうじゃ。ノーマが？噴水広場に集合じゃ。はよ行こうか。
ジジイ、まだ町にいたのか。この下品な猿声はノーマか。まったく今日は役日じゃ。最悪じゃ。何があったんだ。ザマランさんを見かけた途端、ノーマさんが怒り出しちゃって。さっさと大陸に帰りなさいよ。またより長居するつもりはないわ。お前の情けない声も存分に堪能したことだしの。誰が情けない声だって。ノーマン、そんなに喧嘩腰では。何にも知らないんだから外野は黙ってて。いらんことは言わん方が良さげじゃん。とばっちりを受けて噛みつかれるのも馬鹿らしいですしね。まあ、二人の意見が揃うなんてお姉さんとっても嬉しいわ。な、何よ。バカな夢を追いかけるのはやめにしたらどうじゃ。バカな夢？何がバカだって言うのよ。絶望を知らぬのなら仕方がない。じゃがお前もすぐにわかる。大バカ者のスベンと同じようにな。取り返せ。師匠を悪く言う奴は誰であれ許さないんだからね。師匠だけは悪く言わせない。それが誰であっても許さない。現実はお前が思うように夢物語を許してはくれん。手遅れになる前に目を覚ますんじゃな。スベンのように命を粗末にするな。お兄ちゃん、スベンって例の墓に記されていた名だな。ノーマちゃん、怖かったわね。お姉さん、心配だわ。ノーマ。こら、シャボン娘、返事くらいせんかい。さて、みんなに集まってもらったことだし、私の用事を話すとしますか。無理に話題を変えてますね。今度は笑ってごまかしてるぞ。集まってもらったのには深い理由があるのです。勝手に話を進めてます。何か危ないことに付き合わせるつもりじゃないだろうな。それでね、お願いがあるわけよ。ちょっと待て、今の間は何じゃ。それでね、私のお願いを却下じゃ。なんでじゃ。ろくなことにならんじゃろ。ろくなことになるんじゃ。分かったから話を続けてくれ。聞いてから決めればいいだろ。さすがセネセネ。みんなにエバーライト探索を手伝ってほしいの。まあ素敵ね。人食い席に私を連れてって。よりによって人食い席ですか。厄介な場所だな。また姉さんを拾うかもしれんの。
もしかして行きたくない？あそこは危険が多い。それはノーマも知っているだろう。お願い！まあ、前に行ったことのある場所だ。なんとかなるだろう。せねせね、優しい。この分だと、俺たちがうんと言うまで騒ぎ続けるだろうしな。確かに。よーし、人食い席へゴー。私が絶対に見つけるから。エバーライトは絶対に見つけるからね。エバーライト？そうさ、すげえんだぞ。バッバーン、ズガーン、ジャッカーンって、とにかく超すげえんだ。それ全然説明になってないから。わからんかね、この俺の情熱からほとばしる凄さが。師匠の頭がおかしいのはよくわかる。そんなに褒めるなよ、照れるじゃねえか。師匠はもうダメだね。エバーライトってのはな、願いを叶えてくれる魔法のお宝のことだ。うさんくさ。師匠、もう大人になった方がいいよ。お前ってさ、すっげー冷めてる時あるよな。師匠と比べたら誰だって冷めてるってば。面白くないやつめ。お前には夢もロマンもないのか。え？師匠は夢見すぎ。ちょっと痛い感じする。まあ、もし実在するなら、この控えめな胸をバイーンってしてほしいけどね。いや、さすがのエバーライトでもその願いだけは無理だ。なんでよ。無理だ。二度も言うな。まあ、エバーライトを見つけたらダメ元でお願いしといてやるよ。あったらだけどね。俺はあると信じている。だからある。ないと俺が困るしな。ね。はあ、また始まったよ、師匠お得意の脳内理論。お前には師匠を立てようという可愛らしい乙女心はないのか。それって乙女心関係ないし。昔のお前は可愛かったのにな。大きくなったら俺のお嫁さんになると言って。誰がそんなこと言った。そうだったらいいなっていう俺に都合よくできた記憶がそう言ってる。おかしな記憶を捏造するな。もうバカしか言わないから、ザマラン先生と喧嘩ばっかなんだよ。師匠ね。あ、もう師匠じゃないんだ。師匠には、いやいや、だから違うんだよ。師匠が師匠で亡くなったら、なんて呼べばいいんだ。まさか、破門でもされたわけ。おうよ。威勢よく返事するな。あのクソジジイと来たら、エバーライトは存在しないって言いやがった。さすがにカチーンと来たね。いや、本当にマジギレってやつよ。それでどうったのよ。頭の筋がブチンと切れたスベンさんはな、お前なんざハモンじゃーと妻をこれでもかと飛ばしてきた。自分で破門言うな。
当にアホなんだから。まあ方向性の違いってやつだな。たはー、困った困った、マジ困ったね。まったくバカなんだから。バカすぎる。てかマジでバカだ。真面目な話な、ジジイにはがっかりしたんだ。夢とロマンにあふれた男だと思ってた。あの人だけは分かってくれると信じてた。だけどその辺の学者と同じことを言う。それが普通なんじゃない？誰かの言ってることが全部正しいと思うか、ジジイの言ってることがこの世界の全てだと思うか。私にはわからないよ。誰もわからないことだから探求することに意味があるんじゃないか。誰かの出した答えを確認するために俺は生きてるわけじゃない。自分の足で歩いて、自分の目でよく見て、自分の肌で感じていたいんだ。だからって波紋になることないじゃん。誰に何を言われても俺はエバーライトを探し続ける。人の話を聞け。それが俺の夢だからな。さあもう話を聞け。誰にも俺は止められん。いつ思い出しても師匠はバカだ。ほんとバカすぎて悩みなんて吹っ飛んじゃう。よし待ってろ、人食い席。寂しいんだよね。バカみたいなんだよね。ならやらなければいいんですよ。それじゃ面白くないじゃん。そうね、やっぱり楽しくないといけないわ。グー姉さんわかってる。ああ、私の研究によればエバーライトは奥にあるはずよ。そもそもエバーライトとはどのようなものなんだ？形状のわからないものは探しようがないと思うんだが。形は私も知らない。形など誰にもわかっていないはずだ。どういう意味だ？そもそもエバーライトの伝説は古国語の解析が始まりだ。遺跡から上がった石板の文章を学者の一人が公約した。祈りの結晶、神秘の力にて願い捧ぐ者に救いの道を与える。うん、そうだ。エバーライトっていうのは後から祈りの結晶につけた名前なわけよ。遺跡調査の副産物だったわけですか。役は正しいのか？それも分かっていない。古国語の解析は今でもあまり進んでいませんからね。石板が発表された当時は熱心に調査されてもいたんだがな、今ではどこの国の研究機関でも否定説が当然となり、調べる者もいなくなった。まあだから形は誰にもわからんのよ。そんなもんを探せ言うんか。だいたい偉い学者さんはないと言うちょるわけじゃろ。あ、何かな、その疑いの眼差しの数々は。ノーマちゃん、ピンチね。よっしゃ、行くぞ。あ
ここまで来た以上付き合うしかあるまい。ちょっと待った。なんだ急に。トラップが仕掛けられてる。そこから一歩も動かないでね。あったあった、これだ。ジェフォ、どうなんじゃ。確かにノーマさんの言う通りですね。なんで JJ に確認するのさ。信頼性の問題だ。なんだ、そういうこと。ってちょっと待て。あまり大きな声を出すとトラップが発動するかもしれませんよ。そんなバカなことあるわけないじゃん。今何か音がしませんでしたか。したな。嫌な予感がするんじゃが。よほえ！あれ？誰か減った？いえ、誰も減ってません。異常なしです。トラップ解除するぞ。かかってこいや。すっごく面白くなってきたわね。お姉さんウキウキしちゃうわ。解除はできそうなのか。取り除かないと先に進めないのだろう。こいつが頑固でね。モーゼスさん、助けに行かないんですか。あれ、モスケのやつどっか遊びに行ったわけ。ギーホヘシャボン娘、ただじゃすまさん。まっちょれうりゃ。くりゃシャボン娘。おお、おかえり。無事だったんですか。つまんない。ジェブ、なんか言うたか。いいえ、何も。まだトラップは残っているのか。それがね。あ、こっちってなんじゃ。さっきもこの音を聞いたぞ。なんでワイを見るんじゃ。ジェボ、その反応はなんじゃ。やだな、軽い冗談ですよ。モーゼスもジェイもやめんか。ノーマ、解除できるんだろうな。安心して、もう心配いらないから。その自信の根拠は。だって全部発動させちゃったもん。だからもうトラップ残ってない。お兄ちゃん、なんか疲れた。とにかく先に進もう。師匠みたいにはいかないね。私ちゃんとやれるかな。ノーマン、早く来い。だーもー、今行くって。大丈夫、ちゃんとやれるよね。ノーマン、今行くってば。
最終地点に到着。さて、エバーライトを探すとしますか。本当にここにあるんですかね。どうしたノーマ、何か見つかったのか。また楽しいことが起こるのかしら。お姉さんワクワクしちゃうわ。怪しいものにはむやみに触るなよ。ノーマさん。おいノーマ、もしかして。もう触っちゃったのね。あらあら大変。今度は何が起こる。私のせいじゃないからね。どう考えてもお前のせいとしか思えん。ついには魔物まで呼び寄せたか。豪商ら強敵の乙女よ。ロンド全部この調べに乗り、何か冷え却継承直下を出しよう。何が来るか分からん。目をそらすな。ミカワロンティアダンス。よし、これでいけ。近づいて戦うのは危険だ。何が冷え却、これでしのげ。頑張ってよ。マッシュー、マジで何が冷え、何か気は狙ってるのか。リザレクション、ロンドセップ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 、真っ白の乙女よ。アイシクルボルト、風の調べに乗り、マイクロンドセップ、レンガヒブリザード、冷却、何が来るか分からん、目をそらすな。シューロンドセップ、レンガヒ、冷却、超絶の乙女よ。マジップアイシクルボルト、風の調べに乗り、マイクシューロンドセップ、レンガブリザード、冷却、ルシャには水嫌い、白銀の光を、惚れる魂を、内向の槍に蹴って貫け。待てよ、アイシクルボルト、チアダンス、レンガ支援客、マッシュウマ、アラブル氷壁の乙女、レンガ支援客、疾風の調べ、アイシクルボルト、船に乗る、マイチュウ、ロンドス、ブリザード、レンガ支援客。鍛錬に流した汗の分だけ血を流さずに済む。だからってなんで腕立てなんだよ。やれやれ、ひどい目にあった。ノーマさん、不用意にあちこち触れない方が。エヴァーなんたらはあったんか。ごめん、ここじゃないや。ふざけるな。あたしは本気、マジ本気。ほげ、いったーい。頭が悪くなる。大丈夫ですよ、モーゼスさん以下にはなりませんから。ジェイボー、ちょっと向こうで二人っきりで話しよっか。ノーマさん、どうかしたんですか。よし、次も頑張るぞ。次があるのか。当たり前でしょ。いつまで続くのかしら。エバーライトが見つかるまで。それじゃ張り切っていくよ。どこへですか。町に決まってるじゃない。私お腹減っちゃったし。そうね、美味しいもの食べたいわ。作戦も練り直しだしね。やれやれ、立ち直りが早いのはノーマの長所ではあるが、付き合わされる方の身にもなってほしいものだな。まずはご飯を食べよう。腹ペコじゃ始まらない。
威勢よく出ていったにしては空振りだったようじゃの。うるさいわね。今日のはただの下調べなんだから。一生下調べで終わらないようにせいぜい気をつけるんじゃな。だーもう頭くるな。本番はこれからなんだから。ジジイはあっち行け、こっち来んな。そうさせてもらおう。猿と会話できると思われてはかなわ。なんちゅう仲の悪さじゃ。ワイとギートを見習うべきじゃの。二人の仲がいいのは認めますけどね。ノーマさん、どうかしましたか？やっぱご飯パス。今日は疲れちゃったから帰る。ちょっとはしゃぎすぎたかな。あはは、参ったね。じゃまたね。ノーマさん、元気がなかったですね。大丈夫でしょうか？エヴァーライト、どこにあんのよ。ヒトコ遺跡で間違いないと思ったのにな。今日、何回失敗したかな。私って才能ないよね。フワライト見つかるのかな。私に見つけられるかな。私って才能ないのかな。は？才能だ？何言ってんだ。師匠は才能の意味も知らないんだ。かわいそうだね。なんだ？マジで元気ないのか？つまんねえ。ノーマン、イチャイチャしようぜ。変な表現するな。さては、古国語の勉強が全然はかどってないと見た。私が古国語勉強してること、なんで師匠が知ってるわけ？かっこ悪い！わ、ダサ。もういい、師匠のバカ。いちいちすねるな。お前と仲良しの子に聞いたんだよ。あのお金持ちのお嬢のさ。師匠が言うなって約束したのに。いやあ、口を割らせるのはめちゃくちゃ大変だったぞ。とても言えないような手段をこういくつも使ってたな。私の友達に何してんのよ。ちょっとは元気出たか。出た。ノーマが古国語の勉強を始めたって聞いてな、俺は嬉しくて泣いたよ。鼻水垂らしながらむせび泣いたぞ。嘘ばっかり。壁に100回や200回ぶつかったぐらいでうだぐだうだうだワンワン言うな。最初から全部理解できたら何も面白くないだろう。師匠みたいにバカだったら私も悩まずに済むのにな。こら、殴るぞ。エヴァーライトのことだってさ、ずっと失敗続きじゃん。どうして探すのをやめないの？答えは簡単だ。学校のみんなも言ってるよ。師匠は頭おかしいって。
実に簡単な答えだ。エバーライトがあると信じているから。何それ。わからないなら今はそれでいい。意味不明だし。ノーマはなんで古国語の勉強を始めたんだ。私だって曲がりなりにも師匠の弟子だしさ。ふんふん、それで頼れる弟子になってあげてもいいかなって思ったりもして。ああ、なんか返事が適当なんだけど聞いてる？見えてる。俺はこんなに純粋なのに、なんで弟子がこうも口が悪いかね。もう信じらんない。初めから信じちゃいないけど。おいおい、それはひどいだろう。何よ、そもそもの原因は全部師匠じゃん。あの時から師匠を疑うことにしたんだし。あの時？ああ、あれか。ねえ、ハハハハハ、ねえ、ハハハハハ。笑うな。まだ根に持ってるのか。執念深いやつだね。当たり前でしょ。学校でどれだけ恥をかいたか。確かにあれは傑作だったな。ねえ、ハハハ。まさか本気にするとは思わないだろう。ゆで卵を温めるとヒナが帰るなんてな。バカだ、バカがいるぞ、ここにバカがいるぞ。だから笑うな。ウッキー、ムカつく。毎日服の中に入れて温めるとは思わなかったぞ。腹いて、笑い泣きで前が見えないよ。今日という今日は絶対に許さないからね。ちょっと待て、ブレさんやめろ、ずるいぞ。消し飛べ。ギャー、やられたわ。マッキー、避けるな、ムカつく。悔しかったらここまで来い。で、ハハ。私もバカだけど、師匠の足元にも及ばないや。混んでる場合じゃない。よし、明日も頑張るぞ。あー、クーリッチ、起きてくれ。クーリッチ、ダメか。まったく、平和そうな顔で寝て。あれ、クロエ。急に起きるな。びっくりするだろう。徐々に起きるのは難しいだろう。ノーマが私たちを呼んでいる。それで呼びに来た。エバーライトの続きか。レイナードの家に集合だ。私は先に行っているぞ。よーし、集まったわね。それじゃ氷のモニュメントに行ってみよう。エバーライトが待ってるわ。
場所に間違いはないんだろうな。任せてよ。泥船に乗ったつもりでいてね。それ沈むと思います。まあ楽しそうね。きっと途中で穴が開いちゃうのね。泥船じゃ協力したくなくなる。クロエさんの言う通りです。危険を伴うかもしれないわけですから、きちんとした理由を聞かせてくださいよ。そこにエバーライトがあるからじゃろ。だから氷のモニュメントにエバーライトがあると思う理由ですよ。ノーマなりの調査に基づいた明確な根拠があるはずだな。そりゃあね。目が泳いでいるぞ。ちゃんと話せないのか。モーゼスさんじゃないんですから、野生の勘では通用しませんよ。ジェボ、それは皮肉かの。なあノーマ、エバーライトにこだわる理由を聞かせてくれるってのはどうだ。何かあるんだろう。それだけ熱心に追い続けるってことは。ザマラン殿も関係があるんじゃないか。あとお前が口にする師匠って人も、スベンってのがその名前だろ。お兄ちゃん、そこまで言われちゃ仕方ないね。ちょくら昔話でもしよっか。師匠はね、一言で言うと世界一のバカだった。バカだったけど一緒にいて楽しい人だった。すっごく感謝もしてる。言葉なんかじゃ足りないくらいにね。私さ、子供の頃ちょっとばっかし荒れてたのよ。仲の悪い両親にきっと構ってほしかったんだね。子供なりの抵抗ってやつでさ、ほとんど家出状態だった。家出なのは今も同じじゃ。あの頃は世界の全部が敵だーって感じだった。大人とか社会とかいろいろなものを信じられなくなってた。師匠とはそんな時に出会ったわけ。私も無茶だったけど、師匠はさらに上を行ってた。私がブレスを使えると知るとすぐさま上級学校に入学させたんだよ。一般市民の私じゃ絶対に通うことのない学校だったのにさ。大した稼ぎもないくせに学費全部払ってくれて。大陸の上級学校ともなれば学費はかなりの額になるんだがな。師匠ってバカだったからさ、そのバカな師匠がエバーライトを探してたんだ。ノーマは師匠の意志を継いでいるわけか。なとこ。半分以上今作った話だけど、こんな感じでいい？作り話か！真面目に聞いたワイがアホじゃった。涙までこらえてしもうた。モウスケ、単純。よし、それじゃあ氷のモニュメントに行ってみよう。そうだな。クヌリちゃん、こういうの乗りかかった船って言うんだろ。泥船みたいですけどね。モニュメントに行くにはまず灯台、灯台、灯台。本当に作り話だったと思うか。ノーマにとって師匠のスベンって人が大切な存在なのはよく分かった。
それだけでいいんじゃないか。うん、そうかもしれないな。話をしている時のノーマさん、すごく優しい感じがしたものね。